皆さんこんにちは。ジェンレスゾーンゼロの予告番組の配信日が確定しました。配信日は8月3日に13時 JST となります。つまり今週の土曜日に配信があるわけですね。原神やスタレとは違って、土曜日なので注意しましょう。おそらく、スタレも原神も一度アプで周期がずれて修正した経緯があるので、そういう時に予告番組が同じ日に起こりづらくする狙いかなと。一回だけ原神とスタレ同じ日に予告番組したっけ？そして、新キャラは映っている主演以外の3名が 1.1 実装なので、どういう性能になるのか。ジェインはどういう立ち位置で登場するのか注目ですね。ということで、1.1 予告番組日程確定動画でした。今あるイベントとか、月更新コンテンツのお忘れなく。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。